初めてお前に会った時のこと覚えてる？立花直人です。ヒナが死んでタイムリープして、俺と未来の直人はあれからずっとヒナを救うために頑張ってきた。なのにもう未来には戻れない。トリガーだった未来のお前が死んじまった。そうだ、もう一回過去を変えればいいんだ。それで直人も助けて、ヒナも助けて。すげえ、そうだそうだよ。でみんな助ければ未来に戻れて、また失敗して、また失敗して、もういいや、俺もう死のうかな。大好き、ヒナ。え、ずっと聞いてたの？やば、俺めっちゃ未来のこと話してる。なんかヒナをナオトと間違えてるみたいだったから。タケミチ君、本当はいくつ？26。他に何も聞かないから一つだけ教えて。未来のタケミチ君はもうヒナにプロポーズしましたか？いや、まだ。あ、でも俺はずっと結婚できたらなって思ってて。何言ってんだ俺。それってプロポーズ？うん。じゃあヒナ、死んでもいいよ。ヒナ。パパとママが起きる前に帰らないと。ヒナ、さっき俺が言ったことだけどさ、未来の話とか。ヒナは何も聞かなかったよ。バイバイ。ありがとうヒナ。よし、やることは山積みだ。